はい、皆さんこんにちは。面白雑談系の見た聞いた話、ハッシュタグ家族募集します。まあ同じお弁当を食べて、お風呂に入る順番も決め、湯上がりの飾らない姿を見せ合う、いいですよね。そんな家族としての暮らしのリズム、まあ3家族が描かれたハッシュタグ家族募集します。まあ第4話なんですが、まあ今回ですね、橋本潤、黒崎演じる娘いつきがやってくるんですね。様々なその平和な家族、子供たちの笑い声が心地よくこう窓からこう漏れてくる、まあ、こんな幸せな空気に包まれた家に私も行きたいと思ったのは、黒崎の娘いつきだけではないんだろうなと思います。そういう家族にやっぱり憧れる子供たちっていっぱいいるんだろうと思うんですよね。まあ順調にスタートしたように見えたこの4人の大人プラス3人の子供の共同生活ですけど、まあしかしそこに今回新しいメンバーとして黒崎がやってくる。まあ俊平と同じ3ヶ月前にシングルファザーとなったっていうんですけども、まあこれちょっと苗字が違う2人なんですね。だからこの親子関係はかなりちょっと複雑なそうには見えるんです。まあ仕事で忙しい黒崎はいつきとのコミュニケーションがうまく取れていない、いやーよくあるパターンなんですよね。子供の心がわからない親っていう感じなんでしょうかね。まあ夏休みの間どのように過ごしていいのかわからない、まあ、ここで夏休み子供と一緒にどうしていいかわからないこと自体がもうこれコミュニケーション不足なんですよね。で娘を預かってほしいっていうものの、まあすでに皆さんご存知のようにお好み焼き屋の虹屋の2階も新しいメンバーを受け入れるだけのスペースは全くないんですよ。まあ宗介はまあちょっとね、やっぱりこう家賃のこともあるので若干その気持ちが受け入れようとするんですけど、やはりそこはまあ俊平なんですよね。まあ重岡大毅がここはうまくなんとかやんわりと事情を伝えて分かってもらおうとしてるんですが、やはり木村文の桃田レイビシとこう断るんですね。いやいや、これもやっぱりレイさんのね、なかなかの持ち味が出てるとは思います。まあレイが現実的な判断をしたことに、まあ誰もねここは異論はないんですよ。しかしね、本当にこれで良かったのかなと、こういつきがどれほどの思いで虹屋を訪れたのかななんて考えると、このモヤモヤ感がみんなの中に残ってしまうんですね。この家族というのは一致しているわけでもなく、自分たちがどうしたら快適に暮らしていくことができるんだろうかとか、まあ自分たちで話し合って決めていかなければならない事柄がまあいっぱいあるわけですよね。まあこれも家族をしていく上で非常にまあ避けては通れない道なんですが、まあそこであのままあの子を受け入れた方が良かったんですか、そういう空気ですよね。けど今の私たちは自分たちのことで精一杯じゃないですか。まあこれ以上他人の問題を抱えるなんておせっかいが過ぎますと、え、私間違ってますと、こうまあ例はね、そのまあ言うてることは確かに一本筋が通ってるっていうか、でも私間違ってますとこうみんなに聞くんですよね。聞くっていうことは、いや本当に私それで良かったのかしらと心の片隅では多分思ってるから、その言葉が出るんだと僕は思ってるんですね。まあそんな例に対して何も言えない俊平と宗介、まあまあすると例はね、メイクに意見を求めるんですよ。まあ岸由紀の演じるメイクですね。まあここはこの役どころ、これまでのやり取りを見ている例とメイクの、まあ、価値観はもう正反対なのは明らかじゃないですか。まあそれでも例がメイクの意見に耳を傾けたのは、彼女をねやはり家族の一員として意識している証拠なんですよ。その声を聞いておかねばならないと思っているのは、レイのこの、まあ、なんていうかですね、家族思いのところが僕はあるんだろうなと思ってますね。でもメイクはこう言うんですね。私は成り行き主義だからさ、何がいいとか何が正解なんてわかんないや。
まあ、正解とか間違ってその人によって違うしね、正解とか間違いってその人によって違うしと、まあメイクらしい言葉をほんま言うんですよね。まあ、確かにそうだと思います。でまた続けて、私学生時代にシェアハウスに住んでたことがあるんだけど、まあ、自分がこうしたいとかこうじゃなきゃとかなるべく思わないようにしてたんだよね、まあ、それも相手にとっちゃただのわがままだからとかね、あーメイクらしい持論ですよね、まあ、というメイクの言葉に、まあ、自分がこうレイさん言われたような気がしたんでしょうね。私わがままとこうレイは否定されたようなこの感覚を覚えてしまう。まあ、決してメイクはレイを責めたくて言ったわけではない。これはもう本当にその通りですよね。あくまで自分のポリシーを過去の経験をもとに語っただけで、しかしまあ今回こうじゃなきゃと行動したのは自分、つまりこうしなきゃいけないと思うイコールわがまま、私がわがままとこうつなげてしまうレイさんなんですね。いやいやいや、もうあのね、自分の中でちょっとそれでどうなのかなっていう気持ちがまあレイさんの中にあったんだろう。ですからまあそこでメイクの言葉がずさっと心に刺さったんでしょうね。でもうすでにですね、メイクの言葉が届かないんですよね。だから間違いとか正解じゃないって話をしてんのとこう言うんですが、なかなか例のこの気持ちの中には塞いだ気持ちがあるんですか。もう心が傾いていたのは、まあこうじゃなきゃと思って行動してきたのは実は今回だけじゃないから、理想の家族をまあ例は求めるあまり、まあ仕事が一番の夫の元を出ていったのがその理由なんですよね、例は。ただここでね、カミングアウトするんですよ。まだ正式に離婚はしていなかったっていうことを言うんですね。その柔らかくて痛いところを実はもうメイクに疲れたような気分になってしまってたんですね。だから本当はいろいろと心の内を話したいんだけど、やっぱりレイもこのモヤモヤしたものを持ちつつこの家族募集しますに参画しているっていうことだったんでしょうね。で、まあ、いつだって娘のしずくちゃんのために、まあ、これが正しいと判断してきて、自分はそういうつもりだったんだけども、でもそれは理想を求める自分のわがままを通しているだけかもしれないと迷い出すんですね。で、めんどくさいよねとこう俊平にこぼすんです。まあそんな例に、めんどくささなら僕の方が上ですと寄り添う俊平。まあ彼もまた妻の緑が帰らぬ人になってしまった、まあこうヨーロッパへのフィールドワークを進めたのは自分だというね、自責の念を抱えたままにもうずっと今までいるっていうのは僕の方が上なんですよとこうね、まあ例に寄り添うんですね。まあ本当に優しい、俊平です。まあ重岡大毅のこの演じる俊平っていうのは優しさっていうのがこう伝わってくる演技をしますよね。いや、人生には間違いとか正解とかはないんだと思います。まあでもそうは分かっていても、本当にそれが正しかったのかな、どうしたらよかったのかと自らに問うことをやめられない。まあうじうじと考えて迷った挙句に感情的になってしまう、よくありますよね。まあそんな心にも余裕がなくなってっていう時に、そんな面倒くささに付き合うことこそ家族ということなんだろうと思います。そしてレイさんのそういうところも好きですと俊平の口からドキッとする発言も飛び出しました今回。まあそれは恋の始まりなんでしょうかね。いやいやいや、ずっと穏やかな家族愛に近いようなメイクと宗助がそれをニヤニヤとこう見つめている様子がまた映し出されています。まあ、これで一件落着かと思いきや、まあ、にじやにはまたもですね、家出をしてきたという、いつきの姿が、次の回ですね。そして、俊平も緑から新しい宿題を見つけたという、まだまだ家族で解決していくべき問題がたくさんありそうです。まあ、きっと優しく解決していくには違いないと思うんですが、それではまた皆さん、さようなら。